山吹ウ馬は、バラ科山吹ウ馬族の多年層。死有一種。地下の根茎は太く、分子する。茎に多少毛があり、高さは30から80センチメートルになる。葉は、茎の上に数個個性し、二回産出服用で、小葉は長さ3から10センチメートルになる。卵円形で、先は、お上に細長く尖り、円に、コ黒と巨子がある。 側脈が明瞭で、斜めに平行して11から15本あり、肺炎まで届く。花期は6から8月。茎先に枝分かれした、円錐状の創状花除をつけ、花除の長さは10から30センチメートルになり、紅白色の小さな花を多数つける。花は、計、約2.5ミリメートル、額は四場に5列、花弁はヘラ形で5個、湯水は、花弁より長く、多数ある。 芽花に脂肪が3個あり直立するが、火事には逆を向く。果実は、袋火で、やや角質で光沢がある。北海道、本州、四国、九州に分布し、産地のリニエン、草地、岩場などに生育する。基本種は、北半球温帯に広く分布する。春、茎が伸び、茎先の葉が、まだ展開しないものは、山菜として食用にされる。ジョンナとも言われる。 葉や花が雪の下かの鳥足小間によく似る。若い芽のうちは鳥足小間は茎が赤褐色で毛が生え、茎先が鳥の足状に三つに分子するのに対し、本種は茎が緑色で毛がなく、通段になって分子する。同じ生育環境で、花期が同じ時期であるため、成長すると紛らわしい。本種は側脈が平行して葉の円にまで達し、 側脈の平行した様子がはっきりしている点で、鳥足小馬や鳥足小馬と同族の赤小馬と異なる。また、本種の目花の心側は3個であるのに対し、鳥足小馬、ま、赤小馬は2個である点で異なる。ありがとうございます。